埼玉県観光地案内。今回は狭山市立飛行山公園子ども動物園です。飛行山公園子ども動物園は敷地面積 3.3 ヘクタールの小規模な動物園です。昭和61年に一部開園、平成元年に全面開園しました。平成21年7月末現在、120種676点の動物を飼育しています。開園時間は午前9時30分から午後4時30分、休園日は月曜日。入園料は大人が200円、子どもが50円、未就学児が無料です。それでは園内に入ってみましょう。まずはバードゲージです。県が誇る天然記念物白子バトをはじめ、長小バト、薄雪バト、うずら、ヒメうずら、灰色黒雀などが展示されています。飛行山公園子ども動物園のランドマークです。ミニミニ水族館、バードゲージのそばにある施設です。入間川に生息している淡水魚などを展示しています。バードゲージを正面にして右手側に進むと、小型、中型の動物やポニーなどが展示されているスペースに出ます。小型獣舎のミーアキャットです。撮影日は暑かったためにうだってました。小型獣舎にはタヌキ、アライグマなども展示されています。小型動物舎のパルマワラビーです。やっぱりうだってました。現地では絶滅してるそうです。飛行山公園子ども動物園のシンボルマークにもなってます。小型動物舎にはマーラ、ダーウィンレアなども展示されてます。ポニー舎です。ウェルシュマウンテンポニー、シェトランドポニー、ロバ、ラマ、ヒョウモンガメなどが展示されてます。ポニーは平日のみ触ることができます。土日祝日は小学生限定ですが、乗ることも可能です。ラマです。ラマとは触れ合えません。なかなかやんちゃなようです。中型動物舎のマーコールです。中型動物舎にはブラジルバクも展示されてます。小・中型動物の展示スペースはこれで終わりです。次はバードゲージを過ぎて奥に進みましょう。飛行山公園子ども動物園の最大の売り、触れ合い広場です。テンジクネズミ、ヤギ、羊、ヒヨコ、キバタンなどと触れ合えるスペースになってます。平日は午前と午後に1回ずつ、土日祝日は午前1回、午後2回の計3回触れ合いイベントが行われています。キバタンはバードゲージ側にあるインコ舎と触れ合い広場に1羽ずつ展示されてます。人懐っこくて可愛いです。キバタンはこんな感じで触れ合います。そして個人的にはこの日一番の食いつき、日本傾斜。日本三大長命傾をはじめ、おなじみのシャモ、ジトッコなど様々なニワトリを展示してます。一般的なニワトリとは別格の見応え。特に黒カシワとトウマルには釘付けでした。他の動物園ではあまり見かけない展示だと思います。一見の価値あり。それとケープファイダックス、他の動物園でも展示されてますが、ここのケープファイダックスは見やすかったです。触れ合い広場からさらに奥へ進むと、動物園の定番猿山にたどり着きます。猿山のそばには鶴舎とクジャク舎があり、マナズル、インドクジャク、ハシビロガモ、ヨシガモが展示されてます。ここのマナズルは人懐っこいです。寄ってくる鶴を見たことがないので驚きました。
ただ、つつかれる的な看板があるので注意しましょう。園内には池もあります。水鳥の池と集計池です。ここにはフラミンゴ、白鳥、カモなど様々な水鳥が展示されてます。種類が多いので割愛。一通り園内を回ってきて、最後にたどり着くのはお土産屋さんです。売り子さんはいないので、商品は券売所で購入する形になります。最後にまとめです。園内はのんびり見て回っても1周1時間半ほど。大した坂もないので歩き疲れることはないと思います。小さいお子さんには集中力、体力的にも良い動物園だと思います。女性の方は多少ヒールのある靴でも問題ないでしょう。ただ、砂利の道が多いのでサンダルは向きません。砂利が入ってきます。入園料が激安。小規模な動物園ですので気軽に立ち寄れます。小さいお子さんのいる方や気軽に動物園に行きたい方にはおすすめです。ただ、一日を潰せるほどの規模ではないので、一日を使いたい方は、地鉱山公園にある他の施設を併用するのが良いと思います。それでは、埼玉県観光地案内、狭山市立地鉱山公園子ども動物園の会を終わります。